はい、それではですね、願望の相対性理論ワンデーライブセミナーについてお話をさせていただきたいと思うんですけれども、願望、これはですね、実は相対的なものなんですよね。この願望の相対性理論っていうのはですね、その自分自身の思いとかですね、願いとかですね、夢とか希望とかだと思うんですけど、こういった願望はですね、置かれている状況とか、その自分自身の立場とかですね、お付き合いしている方々との関係性とか、またね、体力とかコンディションによってもね、日々コロコロと変化しているんだよっていうことなんですよね。その願望をですね、またこう時系列でも変化していくんですね。昔は夢だった、例えば大きな家に住みたいっていうのはね、昔は夢だった、でも今は現実になった、その現実には役割とか責任もね、ついてきた、だからね、今こう大きな家に住むっていうことは夢ではないんだよと、この大きな家で、どう楽しむかっていうところがね、夢になってきてるんだよとかね、こういうふうに時系列でも変化していくんですよね。その変化していく過程の中で、今一度しっかりと、その自分自身のね、願望を捉え直して、そしてそれを輪切りにして、もう一度俯瞰して眺めてみてね、そして、今ね、自分の置かれてる、状況を、現在地を確認して、そしてそこに向かっていくのに、今適切なね、行動が取れているかとかね、適切な健全な考え方を持てているかみたいなことをね、再確認していく、そんな講座セミナーなんですよね。もう丸1日かけてやっていくんですけれども、人生のピットインってね、僕言ってます。ピットインって F1 レースとかこうバーッとずっと走ってたらね、時々こうピットインするじゃないですか。そこで燃料補給したり、タイヤ変えたりとかね、いろいろ点検したりすると思うんですけど、人生もバーって走ってたら、時々ピットインしてエネルギー補給したりね、そして古くなった考え方とかね、今ではもうちょっと違うなって思うような考え方とかを捨てたりね、また新たな考え方を取り入れたりとかですね、それピットインすることが必要なんですね。まあ、その中で夢の棚卸しって言ってますけれども、いろんなこと思うんです。あんなこといいな、できたらいいなとかね、もうあんな夢、こんな夢いっぱいあるけど、でも全部にね、力注いでたらなかなか、だからどこに、一点集中していくかとかですね、あえて分散させるかとかですね、そういうことを考える夢の棚卸しのね、時間を持つっていうことがね、大切だと思います。歯研ぎの時間とか言いますけど、包丁でも切れなくなったら歯を研ぐじゃないですか。それと一緒でですね、我々も生きているとエッジが効かなくなってくると、ちょっとね、自分自身を磨いて、そのエッジの効いた人生をね、また歩んでいけるように、歯研ぎの時間を持つっていうことがすごい大切になってくるんですね。この願望の相対性理論ワンデーライブセミナーって、一日中自分と向かい合うっていうことがね、非常に大切になってくるんですね。だからリアルでね、ちょっと参加していただいて、自分との時間を取っていただくっていうのがめちゃくちゃ大切なんですけれども、でもその、セミナーの中でいろんなね、エッセンスを散りばめて、おきますので、それをですね、オンライン動画とかですね、オンラインの音声とかね、それからテキストの中でね、再確認していただいたりして、どん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 自分のものにしていただくということが大事じゃないかなと思ってます。で、自分と向かい合うっていうんですけれども、願望を明確化していくわけですね。今の時点で自分自身はどんな思いを持っているのか、ね、どんな考え方のもと、どんな在り方で人生を歩んでいるのかということを今一度客観的に、ご覧いただくんですけれども、まずは価値観ですね。価値観っていうのは、自分自身のモットーみたいなもんです。僕で言えば、明るく楽しく気持ちよく爽やかにご機嫌でありがとうでいっぱいの人生を過ごしたいなって、これね、考え方なんですよね。自分自身の自己理念って呼ばれるものです。この価値観を明確にしていただいて、そんな自分らしさですね、自分はどんな人間でどんな風に生きていきたいのかっていう、好みっていうんですかね、その自分の好み、趣味思考、なんて言っていいか分かりませんけど、自分が心地よいと感じる、そんな、思いですよね。これを一番の土台として、心地いい人生を歩んでいかないと、自分らしさを犠牲にしてまで、ね、何者かになろうとしてても、すごくこう苦しい人生になってしまいますのでね、その自分自身の価値観を再度明確にします。そしてその価値観から、今一度自分の人生目的というものを考えていただきたいんですね。私は何のために、誰のために、なぜ今を生きているのかっていうね、その生きる理由、目的というものをね、再度、その自分と、問いただしていただいてですね、自分に問うていただいて、そして、なるほど、俺はこんなことをするために生まれてきたんだ、こんなことを、実現化するためにこの人生いただいているんだっていうね、ここのところに、気づきをね、
確信をね持っていただきたいと思うんですね。僕の場合でしたら一人でも多くの方に喜んでいただきたい、楽しんでいただきたい、そして、まあわよくばご機嫌になっていただいて、ルンルン気分で夢を、ね、次々と叶えていっていただきたい、そして笑顔であり続けて、いただきたいね。生きている間中ずっと笑顔で、周りの人も笑顔にして、そして、ご自身もどんどん笑顔になっていってね、暮らしていただきたいっていうね、こう一人でも多くの方に夢を叶えていただきたいっていう、そういうね、思いがあるんですね。これをね、人生の目的として、私の人生は一人でも多くの方に喜んでいただき、楽しんでいただき、そして、ご機嫌に夢を叶えていただくことなんですと言い切れるようなね、そんな状態にまで、踏み落としていただきたいんですよね。そして人生の目的が定まれば、そこから目標設定をしていただきたいんですね。まずは日本中ね、講演家として回るとか、それから世界中飛び回って、ね、世界中に夢かなスマイルスクールを作るんだとかですね、世界一周ワールドご機嫌ツアーやりますよとかですね、世界同時多発ラブ&ピースやっていきますよとかね、世界中でビートルズの弾き語りやりますよとかね、いろんなことを僕ね、夢として掲げてますけど、この夢っていうものは目標なんですよね。今この人生を生きる上で、その一つ一つの目標をね、目標達成していく中でですね、いろんな喜びをね味わっていけると思うんですよ。この人生目標、私の人生はあと3年後、5年後、10年後、20年後、30年後どんな目標を掲げてみようというね、そういうことなんですよね。一番最初はね、まず僕はね、お金と時間とそれから心と体の自由を手に入れて、まずはねエンターテインメントに生きると、こういう土台を作ろうということでね、走り出しました。これがちょうど30歳の時にね、掲げた夢だったんですけれども、夢というか目標だったんですけれどもね、その目標の中には細かい目標もありました。会社を設立するとか、本を出版するとか、ラジオステーションを持つとかですね、毎年1回は家族で海外旅行に行けるようになるとか、そんな目標もありましたけれどもね。でその長期目標、中期目標、短期目標というのがあると思うんですけど、それをよくご覧いただいて、眺めていただいて、ご自身の目標をね、そこから人生計画を立てていただきたいんですね。人生における計画ですね。これが長期計画、中期計画、短期計画、さっきね、長期中期短期、長期中期短期言ってますけれども、目標もね、大きな目標と長期目標、中期目標、短期目標、計画もね、大きな計画とね、ざっくり計画って言うんですか、ふんわり願望、ざっくり目標って僕言いますけれども、ふんわりした願望から出てくるざっくりした目標とかね、ざっくりした計画もいいんですけれども、それをちょっとね、これは後でいいかなと、これはでも今すぐやりたいなって、こういう計画に落とし込んでいただきたいんですね。そしてその人生計画が明確になれば、それをね、例えば5カ年計画とか3カ年計画とか1年計画に落とし込んだり、また今月のね計画に落とし込んだりもできるわけですよ。そうするとそこから日々の実践っていうものがね、確立されるんですけど、今ね自分は一体何を求めているのか、そしてそのために今日今ね何を実践しているか、何を行動しているか、この行動、この行動ですよね、実践ですよね、この実践に落とし込むと、その実践にフォーカスして日々前向きにですね、1ミリでも1センチでも一歩でも前に進んで、その中で、達成感や充実感を感じてね、ガッツポーズをして寝れるようなね、そんな毎日を過ごしていくと、そんな毎日を重ねていくということが大切なんですけれども、そういう日々を暮らしていけばですね、一度しかない人生、二度ない人生、お一人様一回限りのこの人生において、本当にね、幕を閉じるときにガッツポーズをしてね、俺はようやったなと、最高の人生やったな、いや楽しんだな、楽しませたな、人にも喜んでいただくことができたな言うてね、ガッツポーズしてその棺桶に入ることができると思うんですよね。こういう悔いのないね、日々悔いのない人生をね送っていただきたいと思いまして、願望の相対性理論ワンデーライブセミナー、もうこれリアルで100回以上やってるね、セミナーになりますので、ぜひ味わって体験していただいてですね、そして1回とは言わず3回とか5回とか、そして最低でも、ここでいきなり最低でもって言いますけれども、10回はというのも、こういうねネジの巻き直しはですね、本当に実はご自身で毎日毎日、それから毎週ね、毎月やっていただきたいわけなんですよ。そして、自分自身のその人生のピットインを自分でできるようになっていただきたいわけですけれども、まあ、それまではですね、こうやって、実際の会場にお越しいただいたりとか、こういう動画や音声を聞いていただいたりしながら、そのね、軌道修正をしていってですね、そして仲間と共にその成功人生にね、突入していただきたいと
突入していっていただきたいというふうに思うんですよね。ですのでこの願望の相対性理論ワンデーライブセミナーもうあっという間に始まってあっという間に終わります。リアルセミナーでは朝の10時からですね夕方の6時までと設定しているんですが、気がつけば7時とかね、なることもあります。それぐらいみんな盛り上がってですねあっという間に始まってあっという間に終わります。もう終わりですかみたいな、もっと聞きたかった、もっとね、ワークしたかった、もっとセッションしたかったみたいなね、そんな素晴らしい、講座になってますので、ぜひですね、リアル会場にも足を運んでいただきたいと思います。今日はですね願望の相対性理論ワンデーライブセミナーというものについてお話をさせていただきましたが、これはですね私自身がもう使命としてですね一生涯やり続けるというふうに決めておりますので、またお友達とかもねお誘いいただいてどんどんご参加いただきたいと思います。